さて、今回は、大もつくずれ、以降の機内、三好元長の最後までを見ていくよ。え、三好元長もう出番終了なのか。前回、大もつくずれにおいて、今まで機内の中心人物だった、細川貴邦がついに廃止していたけれど、これを倒した三好元長も、ちょうどこの1年後に廃止してしまうんだ。廃止ってことは、戦いで戦死したってことか。そうだね。三好元長は、一騎の勢力によって倒されてしまったんだ。そんな凄まじい一騎が起きていたのか。てなわけで今回は、大もつくずれ後の三好元長の動きと、当時、守護勢力をも凌駕する動員力を発揮した、本願寺について見ていくよ。享禄4年、1531、6月。細川貴邦、浦上村宗の連合軍は、赤松政村の裏切り返し、とも言える行動により、総崩れとなり敗北した。父親の仇討ちを、ここぞという場面で果たしたんだよな。これにより、細川貴邦は自害。浦上村宗と、重臣の島村壇上以下、多数の将兵が討ち死に。貴邦を支えた細川忠方も、翌月7月に木沢長政の軍勢によって討ち取られたよ。元はといえば、細川忠方と新山の旗の三兄弟の争いが発端だったよな。そして、誰もいなくなった。マジで、当事者全員亡くなってしまったな。こうして、ミステリーよりも複雑な機内の清掃は、貴邦派の壊滅によって、一旦は幕が閉じられた。これにより、最終的に春元との和睦を取りやめ、貴邦派として動いた、将軍の足利義晴は、もはや恒例行事のごとく近江へ逃れた。もはや近江が本拠地かなるな。ただ、今回は楠木谷ではなく、六角貞頼の勢力圏である、近江東部の長光寺へ向かい、その後は、桑の実寺を仮御所としてここに滞在したよ。なんで今回白月に行かなかったんだ。一つは、この年の正月頃に、近江北部の浅井助政が、細川春元に呼応して、朽木のある高島郡にまで侵攻してきたこと。もう一つは、義晴が六角貞頼を頼りにしたことが、理由として挙げられるだろうね。六角氏って、今まですごく微妙な立ち位置だった気がするけど、ついに、義晴と本格的に協力体制を築くのか。義晴は近江へと逃れた後、長尾為景や大内義隆など、各地の大名に御内書攻撃を再開するんだけど、その中で、大友義明に送られた御内書には、六角貞頼が添え状を発給している。六角貞頼が義晴の書状に、追加で書状をつけたわけか。六角貞頼は、特に天文年間に入ると、幕閣の一人として発言力を高めていくようになる。ある意味では、貞頼は幕府内の政争に、一定の距離を保っていたから、貴邦などが一挙に没落する中、力を温存したまま、その地位が浮上したとも言えるね。大きく加勢していない代わりに、損害もそこまで受けていないもんな。村井隆起氏は、本気を出していない、と述べてるけど、言えて妙かもしれないね。こうして、義晴陣営の京都復帰は、再び振り出しへと戻り、京都での支配権を取り戻した春元陣営は、やっと、安定した統治を行えるな。内部抗争を始めたよ。安定した京都の統治。内部抗争を始めたよ。安定、内部抗争が。わかったから、経緯を解説してくれ。享禄4年、1532、7月、三好元長は堺より上洛し、再び京都で活動を始めたようで、市原種吉や塩田種貞といった、元長が下山城守護大になった時に配置した軍隊も、復活して活動を始めたよ。ちょっと前の、三好元長が京都を支配した頃の体制に、戻ったというわけか。ところが、この時期の京都支配を見ていくと、三好元長だけでなく、柳本陣次郎と、春元側近の高畑長信も関わっていることがわかる。三好元長と柳本氏って、確かバチバチに対立してなかったか。その通り。本来、三好元長と柳本氏は、義晴陣営との和睦や京都支配をめぐって、激しい対立をしていた。ひょっとして、この段階になっては和睦したのか。それが、詳しい内容を見ていくと、同じ、享禄4年の秋頃に、両者が同じ領地の依乱を防ぐ文書を発給していたり、中には、三好元長の命令にダブらせて、柳本陣次郎が書状を発給している例もあるんだ。これ、まだ対立してるパターンか。大徳寺なんかは、三好と柳本の両方から、自死線の安堵を取り付けたりしているから、おそらくは、三好元長と柳本陣次郎による、二重行政のような状態になっていたんだろうね。京都の人たちにとっては、非常にややこしい状態だな。
ただ、高国が上洛戦を仕掛ける前に、京都を統治していたのは、柳本片春だった。そのため、その流れで柳本仁次郎にも、引き続き安堵を求めることが多く、その上、京都の人々は、三好元長の軍大政を理解しきれなかったこともあり、三好元長は京都の支配に苦戦していたと考えられる。柳本片春に関して言えば、将軍義晴とも連携していたしな。加えて、柳本氏は京都の商人を配下に組み込んでいた。彼らのネットワークが、柳本氏の手中にあったと考えると、そこに三好元長が介入するのは、ハードルが高かったと見える。つまり、この時点での京都支配においては、軍事力はさておき、統治システムの面では柳本仁次郎が優位にあったわけか。おそらく、そうなんじゃないかな。翌年に起きたとある事件に関しても、馬部隆弘氏は柳本仁次郎の京都支配に対抗することが目的ではないか、と指摘されているよ。とある事件って、一体なんだ？享禄5年1532、正月。三好元長は、一族の三好和秀の軍を京都に派遣。三好勢は西岡を放火した後、下陽方面へと進軍。当時、下陽には柳本仁次郎が城を構えていた。一気に危なっかしくなったな。そして、正月22日に三好勢は柳本勢に総攻撃を仕掛けた。これにより、柳本仁次郎は戦死したよ。京都の二重行政を、武力で解決しやがったな。元長の行動に対して、細川春元は激怒。この時は、春元の弟で元長の主君でもある、阿波守護の細川持孝が仲介をして、三好元長が出家することで、事なきを得たよ。いくら対立していたとはいえ、同僚を殺してるわけだもんな。ちなみに、この事件に対しては塩高安は、柳本仁次郎が未だ19歳前後の若者だった、という話に触れた上で、武士の身に、楽しみなんて何一つもない。と日記に書き残しているよ。武士の泥沼な争いをそばで見ているからこそ、出てきた感想なんだろうな。てか、春元なんかも、年齢的には同じくらいか。そうだね。春元もこの頃、まだギリ二十歳を迎えていないから、仁次郎と同世代。ちなみに、弟の持孝はこの時16歳前後だったと言われているよ。で、隠居した三好元長は、この後どうなったんだ。三好元長は、この後も懲りずに活動を続けていたようで、5月には、河内の畠山義隆と協力して、春元の御前衆として活躍していた、木沢長政を攻撃したよ。畠山ってことは、木沢長政は主君から討伐されかけてるのか。木沢長政と畠山義隆の対立事情については、一時資料にはほとんど出てこず、その理由ははっきりとはわからないんだよね。弓倉弘俊氏は、木沢長政の討伐について、そもそも、大英年間に畠山家の守護代である、遊佐高家が高国方と戦闘して戦死しており、守護代家自体が動揺していた。この隙を狙い、反遊佐の勢力を急合し、台頭してきた木沢長政は、畠山家の家格秩序を破壊する存在だったと、論じておられるよ。今まで代々守護代をやってきた、遊佐氏を殺害して台頭したことが、畠山家の根幹を揺るがす事態だと考えたわけか。これに加え、木沢長政は細川春元の御前衆として、独自の動きも見せていたから、畠山義隆に警戒されたんじゃないかな。なるほどな。こうして、柳本仁次郎に続き、木沢長政にも攻めかかったため、三好元長は、ついに細川春元と決裂。春元は、畠山、三好連合軍に攻められている木沢長政を助けるべく、援軍を派遣した。ところで、春元陣営の軍事力の主力って、三好元長じゃなかったか。柳本仁次郎も死んで、木沢長政も攻められてる今、一体どこから援軍を出すって言うんだ。6月20日付、山科時継の日記によれば、6月18日に、畠山義隆以下大勢が死んだ。これは本願寺が指示した、一揆による仕業である。細川春元は、本願寺の一向一揆に協力を要請したってことか。で、なんで急に本願寺が出てくるんだ。この動画シリーズでは、まとめきれないから、あまり触れてこなかったけど、そもそも、細川慶長家と本願寺は、結構前から関係性があるんだ。というと、例えば、教科書にも登場する、加賀の一向一揆。これは近年の研究によって、一揆が守護の勢力を排除したものではなく、加賀守護をめぐって、現職の戸賀島幸家と、応仁の乱の旧西軍勢力、加賀国の一揆に擁立された、戸賀氏安高の対立だったことがわかっている。
つまり、一騎が守護から国を奪い取ったというより、守護家の内紛に絡んでただけってことか。そんなところだろうね。それにさらにややこしいのが、この時出てくる加賀国の一騎っていうのが、そもそも本願寺とどう関係するのか、よくわからないんだ。ってことは、一向一騎じゃない可能性もあるってことか。っていうか、一向一騎、という単語自体、同時代の資料には、ほとんど見られず、多くの場合が、地一騎、としているから、一騎の内情がはっきりわからないんだよね。要は、一騎、ってこと以外、よくわからないってことか。ただ、この時富樫康隆を擁立した一騎などが、現職の富樫正親を廃止させたことに対して、当時の将軍、足利義久が、本願寺の事実上のトップである蓮如に、お前らの門徒が守護殺してるんだけど、こいつら全員破門にしろよ。と、この時の一騎が本願寺門徒と、関わりがある前提のやり取りがあったようだよ。定かではないけど、おそらく本願寺門徒が一騎の中にいたって感じか。そんなとこだろうね。そして、この時蓮如と足利義久の仲介をしたのが、他でもない、細川政元だったよ。政元、久々に出てきたな。このことをきっかけに、本願寺の首脳部と細川慶長家につながりが生まれたようで、永正元年1504に、細川政元が河内の畠山久信、義秀を攻めた際に、当時の本願寺のトップ、実女に対して、援軍を要請したんだ。本願寺の門徒は、武家の都合に振り回されてるな。ただ、摂津や河内の本願寺門徒は、出兵なんて今までやったことないし、武器もないです。そもそも、親鸞上人以来、軍事動員なんてなかった。協力できません、とがっつり拒否。正論だとは思うけど、全然トップの言うこと聞く気ないやんけ。困惑した実女は、加賀から千人ばかりの軍勢を動員したようだよ。逆に、加賀は本願寺に従順だったのか。いや、この出来事は、単に加賀の門徒が従順で、摂津、河内の門徒が反抗期だったという話では済まないんだ。反抗期は置いといて、それはどういうことなんだ。河内や摂津の門徒を束ねていたのは、本願寺の大阪御坊、後の大阪本願寺だった。信長を苦しめたことでも有名な奴だな。そして、当時大阪御坊にいたのは、蓮如の九男である実験なんだけど、実験の母である蓮能には、畠山家出身の人物なんだ。なるほど、細川政元に協力しなかったのは、畠山家の関係者が大阪御坊にいたからか。逆に、加賀国内に目をやると、守護の富樫氏や本願寺系列の寺院は、足利義澄や政元の派閥にいた。これひょっとして、一騎の勢力は必ずしも本願寺に従順じゃなかったってことか。おそらく、そうだろうね。確かに、本願寺門徒による一騎は、同じ宗教を信仰しているというつながりが、重要な役割を果たしているものの、だからといって、本願寺の言うことを、何でも聞いたというわけではないんだ。なんか、大学のサークルを思い浮かべてしまったわ。同じ大学の学生で集まり、何かの目的で集団を作ってるけど、大学の意図した行動を必ずするわけではなく、お叱りを受けることもある。一騎が、彼らの生死に関わることで放棄している点を除けば、構造的には、近からずも遠からずかもね。一向一騎、手にさせ急にネタぶっ込むな。話を元に戻すと、本願寺のトップは、細川慶長家と関係が深かったものの、その配下の寺院や、各地の門徒による一騎などは、周辺の武士勢力の影響などによって、必ずしも本願寺の命令に従順ではなかった。一向一騎というと、本願寺に従って命を懸けて戦うイメージがあったけど、意外と、そうでもなかったわけか。そして、武士勢力の影響を受けるということは、中央での足利将軍家や細川慶長家の争いに巻き込まれることを意味していた。いつものパターンやな。桂川合戦の2年前、大永5年1525、本願寺のトップである実女が死去。これにより、実女の孫である小女と、それを貢献する蓮順が本願寺のトップとなる。幼少の当主を支える形か。少女の貢献を務めた蓮順は、実女の弟だったんだけど、この蓮順は、公家の重の祈り国の娘を妻としており、重の池を通じて、朝廷の重鎮である三条に久寝高とも交流があった。公家とのパイプ強めだな。蓮順はこのパイプを活かして、御柏原天皇の法要に際して、弔意を示した書状を出したり、少女九条家の有志としたり、また逆に、本願寺門徒の横領した土地を、三条に久寝高の要請で回復したりと、公家や朝廷とのつながりを強め、検問家工作を推進していた。
京都では、比叡山なんかの力が強いけど、本願寺も、これに負けないレベルで地位を高めていたわけか。そして連順は、同時に足利義晴を支持していたようで、加賀の本願寺寺院である、若松本泉寺の連合に、坂井、つまりは足利義綱の調略が及ばないように、工作を行っているよ。足利義綱や晴元は、本願寺勢力が義晴側になびかないようにしていたというわけか。しかし、義晴や高国と繋がる連合に対して、肝心の本願寺保守である少女と、本願寺家老の下妻頼秀は、義綱や晴元と繋がりが深かった。後見人と当主で、すでに分裂してやがる。そんなさなか、大持ち崩れによって義晴陣営は大きく勢力を後退させた。義晴、高国陣営だった連順は、本願寺の首脳部から姿を消し、義綱や晴元と繋がる、少女や下妻頼秀が本願寺を引っ張っていくこととなった。連順は、機内の清掃に巻き込まれてしまったわけか。そして、話の時間軸を最初に戻すと、細川晴元は、この流れで本願寺少女に援軍を要請した。少女は晴元派だったわけだもんな、協力するわけだ。享禄5年、1532、6月18日、木沢長政がこもる高屋城を攻めていた畠山義孝は、本願寺門との勢力によって背後をつかれ、三好勢ともども総崩れ、畠山義孝は廃止した。ついに、大きく動き出したな。そして、その2日後の6月20日、堺の憲本寺にこもる三好元長に、本願寺勢が攻めかかった。山品時継の日記によれば、攻めかかった本願寺勢の数は膨れ上がり、約20万人に達したという。東京ドームが4個いるほどの人数って。まあ、さすがにこれは持った数字だと思われるけど、相当な人数がいたことは確かなようだね。事実、三好元長は最悪の事態を防ぐため、本願寺勢が攻め込む直前に、嫡男千曲丸、後の三好長慶含む、子息を合わせ逃した。天下人、三好長慶の初登場が、命からがら逃げ延びるシーンとはね。そして、元長を最も頼りにしていたとも言える人物、足利義綱は、この時元長と運命を共にするべく、堺の憲本寺に向かったようだよ。足利義綱も、機内の騒乱に振り回された人物だったなぁ。こうして、三好元長は家臣20名と共に自害、晴元と共に上洛を夢見た元長は、くしくも晴元の差し向けた本願寺勢によって、命を落とすという結末に至った。至りすぎてるな、この結末。足利義綱は、この時晴元の側近によって自害を阻止され、その後も堺に滞在していたようだけど、最終的には阿波へと逃れ、阿波守護細川持高の庇護を受けたようだよ。結局、一度も京都に入ることなく、阿波へと帰ったわけか。かつては、足利将軍家である義綱が、晴元や三好元長によって擁立され、堺において政治を行ったため、これを堺幕府と呼ぶ研究もあったんだけど、この動画でも見てきたように、機内での足利義綱の存在感は薄く、天津さえ晴元陣営は義晴との和睦を画策した。自分らで将軍擁立しといて、結局は足利義晴との和睦を進めてたな。それに加え、各地の武士への御内書発給、栄典の授与、朝廷との関係なども考えると、義晴こそが正当な将軍と見られていた可能性が高い。義晴に関しては、何回か京都に復帰してるけど、義綱は一度も上洛できてないしな。このような点から、最近では、堺幕府の呼称はあまり使われなくなった。まあ、そもそも、幕府という単語自体、後世にできた用語だから、何をもって幕府とするか、は、研究者の間でも、妥当な結論が出てないんだけどね。後世作った概念の基準を、当時の要素から決めてるって、考えるだけで、頭痛くなるな。こうして、堺の政権は崩壊の時を迎えた。しかし、三好元長を倒した一揆の勢力は、その崩壊をよそ目に、晴元、そして本願寺の予想を超えた動きを始める。享禄5年、1532、夏のことであった。間違いだらけの堺の久保に生まれてきたような気でいたけど、くつきに逃げた久保の代わりにきっとなり得なかったと思う。ふさわしく振る舞え無理だろうか、久保でいること、晴元が退く
視野は今すぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした。風に飛ばされそうな弱い気味だけど、墓所じゃなきゃいけないとただ強く思うだけ。春元に味方した坊主堺へまっすぐ、その日には何もかも終わりつきた気がした。一気など退けて乱れる